はい、こんにちは。ザ・ゲーム・エチャンネル、ハル99です。今日ね、こちら出ておりますけどね、アグリコラですね。アグリコラの、ここにね、すごい印刷が入ってますけど、リバイストエディションが出ましたので、今日こちらね、コンポーネントレビューをご紹介したいと思います。はい、このアグリコラのですね、リバイスドエディションなんですけども、すいません、最初にですね、お断りしておきますけど、私これですね、入手したものはですね、ホビージャパンさんのですね、イベントの方の先行発売の方で入手しましたので、リリース版とはね、どっか違うかもしれません。まあ、その辺のところね、ありましたらですね、すいません、ご注意ください。で、まずですね、これはまずシュリンクトイテなんですけども、ここのところですね、シュリンクの上側のところに、ベターとセロテープの方で、プロモカードっぽいものが、プロモカードが貼り付けられていて、果樹と材木あさり、果樹と材木あさりっていうですね、まあカードがそれぞれ1枚ずつプロモのカードの方で入ってるみたいでしたね。まあこれが、まあここのところにね、いきなり貼られたので、リリース版がどうなのかちょっとよくわかりませんけども、まあ最初ね、入手した時にご注意ください。で、あとは中の方をちょっと開けていきたいと思いますけども、中の方はですね、いわゆるこれノーマル版の方ではただのコマだった、四角いコマだったやつの食べ物系のコマと動物系のコマが全部それぞれですね、まあ形状がね、まあ牛なら牛、豚なら豚っていう形に分かる形のコマに差し替わってみたいですね。これカベルナとかですね、アグリコラの方も後の拡張セットの方についていたやつだと思うので、まあいわゆるもう皆さんおなじみかと思いますけども、アグリコラはノーマル版ですとはコマの形状は変わってるみたいでしたね。で、中の方はあとはスコアパッドと、これが大量のジップロックが一式と、あとプレイヤーの方のコマですね、これキャラクターのコマがまたえらいでっかいサイズに、こうワーカーで置く駒やと思うんですけども、これがやけに大きい、なんか面白いサイズに生まれ変わってますね。で、色がまたこれ白、赤、紫、青になってですね、なんでこの4色かって我々日本人がよくわかりませんけど、まあドイツゲームでよくある赤、紫、白、青っていう4色になってますね。若干これ見づらい気がしますが、こっちとぶつかりにくい色に、ね、なってるかもしれませんけど、この4色のプレイヤーのコマが一式と、あとはルールブックですね。まあこれも分冊になってるタイプですね。ルールブック本体の方が、まあいつものアグリコラ系の、まあこのウベ様のルールの書き方のやつが12ページぐらいのところと、補足用のですね、それぞれのカードの効果っぽいものとかですね、まあ、ラウンドの進め方の詳細みたいなやつが入ってるやつが12ページぐらいと、まあなんで20ページちょっと合わせて、まあ、ルールブックが入ってるっていう感じですね。で、このところ見ていただければ分かりますね。プレイ人数が1人から4人になっていて、1人当たり30分になってるので、4人までってなってるところが要注意ですね。一応本国の方ではこのリバイスエディションの方も5人用6人用の追加セットが出るようですけども、こちらの日本語版の方はこの後5人用6人が出るかどうか分かりませんけども、この基本セットではまあ4人までしか遊べないということはご留意しておった方がよろしいかなと思います。で、あとはこの中の縛り方もカベルナなんかの時とほぼ同じですね。ここのとこ変わってみないみたいな、各プレイヤーごとの、まあ、家とかですね、まあ、畑類とかを置くための個人用ボードが、まあ、4人用なので4枚ですね。これが4枚と、その上に置くための、まあ、家タイルとかフードタイルとか、まあ、この辺のまとめるためのね、マーキング用のタイルっていうのはありますね。この辺はあんまりデザインは、まあ、ここがちょっと変わってますけどね、例の四角からね、この特別なコマの形になってますけども、この辺はあんまりデザインはそれほど目立った変化はないみたいですね。で、あとこのプレイ全体のボードですけども、プレイ全体のボードなんか随分変わっていて、この辺が横のところがこう取り外せるようになっていて、ここが切り抜けるようになってますね。これはこちらの方にもですね、切り外せるやつがついていて、のけてみますね。こんな形で抜いてますけども、こちらのところもこの部分も抜いて、ここ抜けるようになってますね。抜けたりするものが入ってますね。どうもこれはここが2人用とか、これ1人用とか、これ4人用とか、これ3人用って決まってるんで、プレイ人数に応じた面をここのところにバシッと、まあ、はめ込みなさいっていう形になって、まあ前まではね、ここのところ置いてたと思いますけどね、ジグソーパズルよろしく、こちらのところに適切な面を、まあ、はめ込んでずれないっていう形に、ここはコンポーネントが改良されたみたいですね。なのでこちらは1人用、2人用、3人用、4人用っていう、これが2枚ずつ入っていますね。
で、あとは大きい進歩を置くためのボード、ここはちょっとデザインがなんか絵のデザインが変わったような感じしますね。ちょっと前とデザイン変わってるみたいです。まあ役目は同じですね。大きい進歩を置くための10箇所あるためのボードが1枚と、まあ、さっきのね、ご食料とかね、家とかね、残るやつね、まあ、まとめるためのトークン石、このデザインはやっぱり変わってますね。まあ、これが1枚あるのと、あとなんかこれ洗濯ルール用っていうので、こちらが2人用プレイ用のやつと、こちらが3人から4人用の時にできる洗濯用ルール用のタイルっていうのが入っていましたね。ここはちょっと読んでみないと分かりませんけどね、まあ、この洗濯用ルールタイルありましたね。これはひょっとしたら、まあ、この辺のね、空いてるゾーンに置くのかもしれませんけども、まあ、こうしたちょっとした洗濯ルール用っていう追加タイルが入ってますね。これは前のはなかったのかな。まあこの裏サマリーとかなってますね。まあ、こういったものが入って、まあこのサマリーはできればね、プレイ人数分つけてくれた方が分かりやすいんじゃないかなと思いますけども、まあこれがありますね。なんでこの辺のコンポーネントの全体の雰囲気はあんまり変えてませんけど、やっぱこのデザインも細かいところは少し見直しが入ってるような感じがしますね。この辺のところ、細かいところもですね、細かいチャートがね、この辺のところにいろいろ入ったり、これがプレイ人数ごとによってね、チャートがちゃんと変わっていますんで、まあこの辺のところは細かくできている気がしますね。まあ個人ボードからね、あんまり個人のところに置けませんけどね、さっきのあったこういうチャートとかね、こういうやつはプレイヤーの手元にもあった方が便利じゃないかなと若干思ったりはしますね。まあ、これがボードですね。あとはもうカードがまあいつも通り一式ですね。いわゆる固定の大きい進歩カードが10枚と、職業カードですね、職業カードが48枚と、小さい進歩カードが48枚というふうになってますね。ここの中身の効果そのものは前のノーマル版のですアグリコラの方とそれぞれ見直されているようですので、前のとですね混ぜることはどうもできないようですね。なんでこのリバイスト版自体はこの後の拡張セットも含めてリバイスト版で混ぜていくしかなさそうな感じがします。でまたこれの方もですね、2016年のですね、この7月上旬現在ですけども、英語版のですねアグリコラリバイスエディションとはですね、いくつかカードの効果が日本語版変わってるようですので、気になる方はねその辺の情報を集めてみるのもよろしいかなと思います。であとはラウンドごとのアクションスペースですね、まあ、いわゆるこちらのボードの方に置いていくワーカーを置くための何の効果ができますよというやつですけど、これはかなり全面的に絵が大きく見直されていて分かりやすく変わったんじゃないかなというふうには思いますね。前のでだいぶ、まあ、絵がね全部ねこういう特別なアイコンに変わりましたんでね、分かりやすくねなったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ大体そのぐらいですね。なので、特別新しいコンポーネントでちょっと目を引くのは、さっきの洗濯ルール用のこういうタイルが新しく加わりましたよっていうやつと、まあここのボードの横がねこうちゃんとはめ込めるようになりましたよっていうことと、まあやっぱり一番大きいのはこの職業カードと小さい進歩カードがまあ全面見直しがかかったのでリバランスされていますよってことですね。ただリバランスされたので、まあ相当いろいろ複雑な処理が入っていると思うので、まあ英語版等々を含めてまだ中身のね調整、これからまあたくさん FAQ、 もともとのアグリグラムね長い年数かけていろんな FAQ 出ましたんでね、 FAQ が今から出てくると思いますけども、まあ、こうしたところが入っているようでした。はい、というわけでですね、まあ、駆け足でしたけども、アグリコラですのリバイスドエディションのですね、まあ、コンポーネントレビューの方をお届けいたしました。まあね、全体的に見てね、やっぱり従来のアグリコラのところ、まあ、リバイスって言ってるぐらいですかね、基本的な件は何も変わってないんですけども、まあ、コンポーネントとかね、デザインを一部見直しして、やっぱりこれね、カードが命のゲームですかね、ちっちゃい進歩カードと職業カードのところを、まあ、全体的に見直したというような形になっているようでございました。まあ、そのところね、ちょっとプレイしていかないとわからないでしょうし、元のアグリコラもたくさんカードを選って出ましたので、こいつもこれからまだまだ出てくると思いますけども、そのあたりのところはこれからウォッチしていきたいなというふうに思います。で、やっぱり気になりますのは、やっぱりいくつかありまして、この従来のやつのアグリコラで拡張たくさん出て、私もですね、あの職業カードなんかのやつをたくさん持ってるんですけども、あれがどうも混ぜられないようなので、このリバイスエディションの先がこの後どうなっていくのかっていうのは、やっぱ若干気になりますよね。これが4人用前しかプレイできませんので、5人用、6人用っていうやつが日本語版がね、出るのか出ないのかとかですね、これ実はリバイスエディションの方になってるわけですけども、大きな進歩とか、小さい進歩とか、職業カードが大量に入ったですね、コンプリートエディションみたいな1400万ぐらい入ったですね、バージョンもですね、来年ぐらいにはですね、アグリコラとしてリリースされるというのもですね、情報も出てたりしますんで、まあそれが果たして日本語版になるのかとか、このリバイスエディションとですね、混ぜられるのかとかですね、まあできればね、ホビージャパンさんの方にはね、なるべく早めにその辺の情報を出しておいていただいて、困らないようにしてくれた方がいいかなというふうには、心底思いますね。これどうしたらいいかわからないですよね。前のやつは残しておいた方がいいのか、いずれなんかあったら混ぜられるのか、もうさ全部昔は捨てないといけないのかとかね、気になったりしますよね。あとね、私はあの日本語版のね、この箱ね、あんまりあのフォントがどうこうとかいうタイプじゃなくて、まあ日本語になってれば喜んでプレイするタイプなんですけど、これシールかと思ったらこれがっつり印刷してるんですね、これリバイスエディションってね。でこっちの
ここから見たら何にもないんですよ。だから棚に入れるとリバイスエディションかどうかよくわからないんですね。なのでこう閉まった時にここにリバイスエディションで帰ってくれれば十分なんですけど、わざわざこう引き抜いてここに、しかもこの割とこの元のデザインを全く無視するシールみたいな形でここに印刷リバイスエディションってカタカナでするのは、あんまり私フォントや日本語デザインに文句言わないんですけど、これはさすがにちょっとカッコ悪すぎだろうというふうには思ったりしますね。まあ中身が面白ければいいんですけどね、もうちょっとこれシールかなんかしてほしかったなという気は久しぶりにしましたね。というわけで今回ですね、アグリコラリバイスエディションのですねコンポーネントレビューをお届けいたしました。ザ・ゲーミングチャンネル春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。